今回は天才物理学者アインシュタインがノーベル物理学賞を受賞した光にまつわる実験をご紹介しましょう。こちらはアルミホイルで作った検電器と呼ばれる装置です。塩化ビニールのパイプをマフラーでこすり、静電気を検電器に送り込みます。装置に電気がたまることで箔が開きました。手でアルミに触れるとたまった電気が逃げ、箔が閉じます。そんな検電器を2つ用意しました。片方はマイナス、もう片方はプラスの電気が溜めてあります。ここからがアインシュタインのノーベル賞にまつわる実験です。マイナスとプラスの電気を溜めた検電器に太陽の光を当てるとどうなるでしょうか。ではこちらの実験をご覧ください。風の影響を受けないよう室内に検電器を置き、鏡を使って太陽の光を当てます。すると-の方だけアルミ箔が閉じた。実は太陽の光によってマイナスの電子がアルミホイルから追い出されたのです。その結果マイナスを溜めた方だけ箔が閉じました。この現象を光電効果と呼びます。この光電効果ですが、強い光を出す LED ライトでは箔は閉じません。一方こちらの殺菌灯だと光電効果が起こり箔が閉じます。2つの光の違いは何なのか、 LED ライトと殺菌灯をこちらのビーズに当てると、殺菌灯を当てた時だけビーズの色が変わります。このビーズは紫外線によって色の変わるビーズ、殺菌灯からは紫外線が出ていたのです。実はこの現象を解明したのがアインシュタインでした。それまで波と考えられていた光をエネルギーを持つ粒子と考えました。光電効果は波長の短いより大きなエネルギーを持った紫外線によって起きていたのです。アインシュタインはこの功績によりノーベル賞を受賞したのです。明日のあなたがエネルギーで幸せになりますように。合言葉はハピエネ。